今決勝進出、西武に続いてになりますけれど、今回その決勝に乗るということはどうですか、その重みというのは。やっぱり期待されてる分、まあ、結果を求められる立場なんで、うん、まあ、しっかり、まあ、ギリギリの着ですけど、うん、決勝は上がれたかったですね。準決勝12レースのオッズは見てました？あ、結構見てました。G1 の準決の最終レースでその一番人気になるという、ね、その期待が本当にファンからも大きいので。そうですね、うん、まあちょっと、まあ、3着という結果に終わったんですけど、うん、まあ、しっかり次を答えれるように頑張りたいと思います。現状で決勝戦に向けてその並び的な話はされました？いや、まだしないんで、うん、まあ多分川さんと連携するかなとは思うんですけど、うんうん。でその中であの、ね、モラハスさんが井口さんのもう番手主張しますとね、はい、真っ先に言ってて、はい、そういうところもあるのでちょっとね、あの並びに関してはまた、そうですね、うん、まあちょっとそこは、うん、後からちょっと話してみたいと思います。ですね、あのモラハスさんのなんかその気迫が、はい、すごかったので、はい、あのレースで出してもらえればと思います。そうですね、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。